はい、皆さん、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。1回目に、えー、スキルレベルのお話をして、2回目に材料のお話をして、今日3回目のトピックでサイズのお話なんですけど、あの、パターンで素敵なものを見たときに、見つけたときに、まあ、最初に気をつけるべきことは、えー、っと、それを編めるかどうか、編めそうかどうかっていうその判断基準、 ですよねそして次にあの例えば材料あの材料が簡単に手に入るかとかそういう話あとは肌に合うものかどうかとかね予算に合ってるかどうかとかお手入れが楽かどうかっていうそういうことをブログでお話ししてでそれで3回目の今日はサイズが合うかどうか着るものとか、まあ、持つカバンもそうなんですけど合うかどうかっていうお話なんですけれどもね。例えばバッグを編む とかまあ、ポーチを編むんでしたら、あのー、それが実自分に必要なサイズかどうかっていうのがやっぱり大事なところでそのサイズが合うとやっぱりねあの使い勝手もいいですしね、あのー、きっと大切にすると思うのでサイズっていうのは結構大事なんですけれども例えば着るものでしたらね、まあ、どこを一番測らなきゃならないかってもう必ず一箇所測ってほしいところがあるんですよ。一箇所、うんまあまあ 厳密には三箇所なんですけど、一番大事なのは幅なんですよね。た、竹っていうのは、こう縦に編んでいくので、なんとかなるところはあるんです。だけど、幅っていうのは編み始めるともう変えようのないところなんですよね。だから、こう、縦向けに編む時には必ず幅を決めなきゃなんないし、今度横向けに編む時ですね。横向けに編む時は必ずこの、 高さ、これも後からちょっと足すのが難しかったり、引くのが難しいところでもあるので、そこのぶ部分のそのサイズっていうのが大事になるんですね。でもまあ、ほとんどこう向きに編むことっていうのはなくて、基本的にはやっぱりこの、こう向き、この横でこう一周ずつ編むとか、上から下に編んでいくっていうのあるけれども、基本的には幅で編んでいくものなので、あの、幅をまずしっかりと把握するっていうのが大事なんですよ。 で、皆さんに把握していきたい体のサイズっていうのがありまして、それが何かって言ったら、まあそんなそれも難しくもないお話なんだけれども、体の幅っていうのは、えっと、測ってもらうのにちょっと大事なところがあって、で、基本的にはパターンっていうのは、あの胸周りで測るっていう風にはなってるんですけれども、体ってその人にそれぞれこうありましてね、 胸、ウエスト、そして、ヒップっていうふうな感じで、こうなってる。まあ、こうなってたら素敵だけど、だんだんまあそうもいかない年齢にもなってきたりもすると、えっ、ー、と、ちょっとこのお腹の方、特に男性はね、女性はあのウエストが一番大きいってことはまずないんですよ。だけど男性になるとウエストが一番大きいっていうことが結構出てくる。で、女性の場合、 あのね、体質にもよるし体型にもよるんですけどバストが一番大きな人とヒップが一番大きな人に分かれるんですよねで私なんかはどっちかというとヒップの方が大きいんですよバストよりもなので測る時には私はここを測らなきゃなんないんですよでここで合ってたら、まあ、丈が長くなっても合うだろうしここがちょっとこれよりも小さいところだったらもうこの辺で終わ にするんだっていうところなんですね。で、まあもちろん胸も合わなきゃなんないし。っていうことで皆さんも体のサイズを測るときには、うん、バストなのか、ウエストなのか、ヒップなのか、その中で一番大きなところ、私でしたらヒップですよね。一番大きなサイズを必ず頭の片隅に記憶しといてほしいんです。 で、これがわかれば、パターンを見たときに、入るかな、入んないかな、が簡単に判断できます。で、幅を見ること。必ず幅を見ることです。ここの、この幅。一番大きな幅に合わせるということで。じゃあ、例えばね、クロップ丈このウエストぐらいで終わるクロップ丈の場合には、ヒップは関係ないですよね。どこを見たらいいかって言って、やっぱここバストですよね。ということで、 作るだけによって見るところも変わってくるし、じゃあ、例えばドレスを編むってなったらどこが必要かって言ったらやっぱりこのヒップは大事なんですよ。ヒップのサイズが。一番大きいか。まあ、バストが一番大きい方はバストを優先してもらったらいいですし、その、どっちかだと思うんです。 で、どっちか大きい方、必ず数値を記憶しておくと、これから、まあ、お洋服買いに行った時もそうですし、えー、っと、自分で作る時もそうですし、ソーイングでもそうなんですけれども、必ず覚えておくと、決して困らない。 決して困らないのであこのサイズだったらいけるいけないっていうのが簡単にわかるようになりますので今後そのそういうところを見ていただければと思います。ということでちょっと簡単にパターンなんかを見て一緒に見れたらいいなと思うのでちょっと手元にあるプリントアウトしたパターンから探してみたいと思うんですけどちょっと待ってくださいね。 なんだろう。ここにちょっと適当にあったので見たいんですけれども。はい。これは多分この前編んだ母の日のセーターですね。で、これセンチで書いてあるんですよね。これが幅が66センチっていうことは足すと、これか、あの、ここからここまでが66センチなので、かける2をするんですよ。 そうすると一番小さいサイズでも132あるってことが分かるんで結構すごく大きいことが分かりいただけると思いますそして竹ですよね竹もそう73センチもある通常あの竹ってそんなに必要なくてまず55センチ60センチもあれば十分だと思うんですけどこれはもう本当に割烹着のようにバサッとかぶるタイプなので竹が長いんですよねで そうすると今度ここですよね。袖。こんな系だって幅広いんだもの。袖はやっぱりこう27センチとか23センチとか。そんな感じで短くなってます。ですのでそういうところを見ていくと結構あの自分でもじゃあ、えっと、私本当は45ぐらいだから、これだと20センチほど大きいな。ということは本当は袖は20センチ足して47センチぐらいが普通なのかなとかね。そういうのがこう、 だんだん分かってくるようになるので、パターンを見たら、じゃあこれは66センチだって見たら、ああ、これだったら私もあの幅、ダボダボみたいな感じの寝袋みたいな服だなみたいなのが分かってくるようになると思います。ですので、自分の体の幅、あのサイズを知ってるとよくて、で、この幅っていうのは、この一周の、この一周の半分なんですよ。 ですから全部の1周の半分、ここっていうのは2分の1なんですね。ということはこれを見たら全部を見る時にはかける2をするってのが分かるじゃないですか。そういうことなのでもう本当にシンプルにまずはここを押さえていただいて幅を知っていただいたら皆さんは編み物のパターンを見た時にあ入るかな。 入らないかなっていうのがわかると思います。じゃあもうちょっとちょっとね、あの、ポイントとして、あえー、っと、あのね、これはブログでも書いたと思うんですけれども、日本のパターンっていうのは1種類のみのサイズで展開されていることが多いので、それをちょっとね、一緒に見たいと思います。 さてどれにしようかなということで何でもいいんですけどもね何がいいかなちょっと難しいのはあんまりよくないからシンプルな形にしようかなと思いますけれども、はい、例えばこちら幅が4 2ンチですねということはにこっちも4 2ンチですねということは 84センチです。となると、結構短い竹じゃないとしんどいだろうなっていうのがわかると思うんですよね。で、竹がここに33センチって書いてありますよね。で、ここに、えー、っと、この脇ぐりが17.5センチ、そして2.5センチのこの、ここの部分ですね。肩下がりが2.5センチあります。ということは全部の竹は何センチかと言いますと、 33+ ちょっとねやりにくいなこっちにしようか、はい、33+57.5 ですよね 17.5+2.5 は5 3ンチだからギリギリそんなにあのお尻の方までは来てなくて少し上ぐらいかなというふうな感じはしますけどこれだとまあ若い女性は多分大丈夫だと思うんですけど 結構サイズがね、キチキチになるかも。私ちょっと胸のあたり苦しいかもしれないと思って。だから、あの、このパターンを素敵だなと思っても、実際に自分がじゃあ、それに着れるかっていうと、着れない気がしますね。でそこがちょっとね、このパターンでじゃあ、こういうのを見て素敵なデザインを見たときに、 ああ、これどうやったら編めるんだろう私のサイズにするにはどうしたらいいんだろうっていうことあると思います。そういう話もね、また今度したいなと思ってますので、またあの、えっ、ー、と、動画ね、興味ある方はチャンネル登録していただければと思うんですけど、まあ今日はそんな感じで、これを見たらじゃあ、自分のサイズを知ってたらじゃあ、私の場合はだいたい45センチが基本になってるんですけれども、45センチだったら、これは入るか入らないかって言ったら入らないんですよ。だから、 合わないのが結構あるんですよで。逆にじゃあこっちのはどうか。こっちね。ここ50センチ。これだったら合いそう。ここは44センチ。あ、ちょっと、ちょっとどうだろうな。まあでもお尻までじゃないから入りそうかなっていう感じ。で、胸が46なんで、あ、46だったらいけるかなという、そういう感じですね。だからこれだったら切れそうな感じがしますけど、こっちはもしかすると私切れないかもしれない。っていう、そういう、 ことがパターンを見れば分かるようになります。で、あのー、まあ、そう、それで、いずれはね、その、そのパターンを見てサイズが合わなくても同じデザイン編みたいってなった時に、こうやったら編めるよっていうふなレッスンもしたいなとは思ってるんですけれども、結構、それ、そこまでのちょっと高度な動画に対する <laughs>、あのー、 需要っていうのが私も読めなくて、本当にあるかどうかっていうのが分からなくて、ですので、まあその辺は、おいおい、えっと、もう本当に必要な人にのみの感じでしていくのもいいのかなというふうにも考えたりもしてるんで、ちょっとまだどういうふうにするか決めてないんですけど、まあ最終的にはやっぱりね、見た、 デザインで好きなのを編みたいな、このサイズを自分にしたいなっていうのができたら一番最高だと思うので、そんな感じのことをね、いずれしていきたいなと思うんですけど、こう、例えばこれをね、もうちょっと今風に袖をもう少し太め、幅も太めにして、で、もうちょっと首元を詰めて、あの、ざっくりとした T シャツなのような感じで着るデザインにしたいわとか、これだとちょっと細すぎるから私に、 合うサイズに変換、変更したいわとか、親子でお揃いにしたいわとか、そういうのね、あると思いますので、まあ、それも、そういう感じでやっていけるということも覚えておかれると、あこれからパターンを勉強するときにすごく役立つと思います。はい。ということでございます。というのが今日のお話で、今日は、まずは一番大事なのは自分の 幅を知るということでした。ではまた次回お会いしましょう。Thank you for watching and see my next video. Bye bye!